フリードリヒオイゲン・ヨハン・フォン・ホーエンツ・ツォレルン・ジグマリンゲンは、ドイツ南西部の諸公ホーエンツ・ツォレルン・ジグマリンゲン家の公子で、プロイセン王国の将軍。騎兵大将。ホーエンツ・ツォレルン公、カール・アントンとその妻で、バーベン大公カールの娘であるヨゼフィーネの間の4、男として、インチック・コフェン城で生まれた。1859年9月末より、ボン大学に席を置き、 同大学で学で業を修了した1861年から1864年にかけ、オーストリア、イタリア、スイス、イングランドなど、欧州大陸を長期旅行した。1860年代、1870年にも、イタリア、エジプト、ギリシャに旅行している。1862年より、プロイセン軍に主幹し、最初は、 デュッセルドルフ駐在のベストファーレン第5、ヤリキュ兵連隊に中尉として、所属、1866年の広島戦争でも、同連隊所属として従軍した。1870年の春、第1個のエリュー期兵連隊の中隊長に承認し、ベルリンに転居する。数ヶ月後に始まった、不仏戦争では、同連隊所属で従軍した。父、 カール・アントンはスペイン王位継承問題に際し、長男、レオポルトだけでなく4男のフリードリヒオも国王候補に擁立しようと考えていた。レオポルト本人がスペイン王位に興味がないだけでなく、その妻のポルトガル王女アントニアが強烈な反スペイン感情から同国の王妃になることを嫌がっていたのである。イギリス女王ビクトリアもプロイセン王ビルヘルム一世もこの目論めには、 会議的な態度を示していた。フリードリヒもまた、父の提案を拒絶した。カール・アントンは、ビルヘルム一世に対し、フリードリヒは、スペイン王位の使命の件について、断固として拒否する意思を変えませんと報告している。1879年6月21日に、レーゲンスブルクにおいて、トゥルンウント・タクシスコを制マクシミリアン・アントンの娘、ルイーザと結婚した。 妻との間に子供はなかった。家族や親類縁者は、フリードリヒを物静かで、ほとんど鈍重だが、賢く、誠実で、基地に飛んでいるともみなしていた。死後、ジグマリンゲンのヘディンゲン修道院内にある、ホーエンツォレルン高ー霊廟に葬られた。ヘレーネインバイエルンプリンゼッシュンルイーザ。ありがとうございます。